まもなくサービス開始から2年ということで2年生寮長のボイスキャストのお二人に本日はお越しくださいました一足先にお二方ディズニーツイステッドワンダーランド展ヴィランズから生まれた世界を一足先にご覧いただいたと伺っているんですやぜひ展覧会のご感想などお二人にお伺いしたいのですがいやもう最高ですよ。いやすごかったです、ね、来なきゃだめですね。<laughs> 来なきゃダメダメです <laughs> <ー> まさにあのナイトレイブンカレッジがもうここに松屋銀座に出張してきたような、はい、まあそんな感覚ですよねしかも結構こう、文章をたくさん書いてあるんですけどもさらっとえっ,っていうこと書いてあるので、うん、皆さんこの、この説明文もきちんと読んでほしいなといいううふうに思いましたね,ねあとはやっぱここでしかあの見れない矢名先生の,あの初期の段階の設定画だったりとか、うん あとまあグッズも限定のグッズがありますしあとは何といってもこう各寮にあのごとに部屋があるんですけど、はい、その中にあの衣装だったり<装>あの杖があの再現されて本当あの1分の1ぐらいで作られているのでそれが本当にディティールが細かくてすすすごいででよねね素晴らしかった衣装のマネキンも立ち方相当こだわって。 っていいいうお話を聞いたんです <laughs> やっぱすやぱごい、えー、あリドルの立ち方本当にここにいるようなマネキンのポーズもなんかよく見ていただくとあすごい確かに指先がこうなってるなとか、うん、そういうのはいいいなと思いましたあとなんかこの普段服の,この裏地とかまでってやっぱこう絵だと見れないじゃないですかそこをちょっと覗き込んで見れたりするんであのでここ後ろこうなってるんだみたいな。 そういうなんか新しい発見みたいなのがあって、すごい良かったです。うん、ええー、かなりもう一つ一つがもうじっくり時間をかけて、見られそうな感じですよね。見ようと思ったら、一生見てられると思いま。そうですね。あとはあのインスパイア元の工作品と、こう比較だったりと、並べてこう展示してあったりして。そこのあの、なんか世界観がちゃんと作られているので。うんうん、あのディズニー好きの方にも、もちろんあの、来ていただきたいなっていうふうに思います。 なるほどちなみにこう各キャラクターや皆さんの声なんかも聞けるんでしょうかこの中では流れてましたねまクロウリーさんですか取り、はい、下ろしボイスがもう入り口でずっと流れているので、はい、それだけでもなんかちょっとうわ、来た来てよかったなってこう思えるような <laughs>、うん、そんな感じでしたはいや楽しみですね。